じゃあ今日は何でしょう。趣味の方。あ、趣味のね。はい。なんでこんな外に来てんの。クソだりんだけど。ヒートテックも来て。何をやんの。え、今日はですね、うん、今までは経験したことがないであろうあの趣味の方をご提案させていただいてたんですけども、はいはいはい、今回は久しぶりにというか、うん、やったことあるけれどもあれこれ忘れてるんじゃないのっていうものをちょっと提案させていただこうかなと思っております。忘れてる、はいはいはい、このものというのがですね、うん、ブチギレ宇治原、うん、久々のハイパーヨーヨー。いや外にいる時の喋り方して回ってない口がんが久々みたいになってたね。もう一回いきます。いやいいよ、もう伝わったからハイパーヨーヨー。ハイパーヨーヨー、あー懐かしい。まあ、35歳ですけれども、うん、子供の頃、まあ、10歳ぐらいですね、うん、の時に爆発的に流行ったと思う。めちゃくちゃ流行ってた、はい、買ってもらえなかったもん。めちゃくちゃ覚えてる。偽物みたいなの1個なんかどっかでゲットして、うん、ダメだった記憶ある。この頃はじゃあそんなにやってなかったんですか。やってないかな、なんかまあでもとはいえなんかこう、みたいなのやったことあるけどね、うん、なるほど。こうループザループみたいな。おう、うん、じゃあその頃のちょっとことを思い出していただいてですね、はいはい、楽しんでいただければなということで、はい、これがハイパーヨーヨー。あ、こんなんなんだ。こちらは、僕らの頃の当時のものを。へえ、うそー。これなんかワクワクしない。俺がさ知ってるやつなんか真ん中透けててなんかギアみてえな、なんかなんかこういう防衛がこうなって、これが2本入ってるみたいな感じで、これハズレの方のやつじゃない。ハズレの方のやつもあったよね。なんかなかったっけ。一応それ僕らの頃の一番人気です。あ、嘘。ファイヤーボール。あー、ファイヤーボール。はい、あー覚えてる。あー、じゃあそうかも。うわすごい。あれ、もう勝手になったんだけど。え、俺の時は結構ビーンってやると何回戻ってきちゃったりしたの。これもう下ろすだけでなるもん。これ簡単になるの知らなかったんだけど。あ、戻ってきた、すごい。あとなんかやったのはなんか、お、まあまあこんなんあったよね。なんかなんだっけ、ブランコ。ブランコ、うん、ブランコあったよね。ブランコはできんだよ。あとはもう犬のお散歩ぐらいしか知らない。犬のお散歩ってここじゃできないで多分。犬のお散歩、犬のお散歩ってこういうやつ、ほら。まあ世界初のバックでお散歩。そんな犬いないけれども。じゃああれやっちゃう、ループザループやっちゃう。ループザループもあんだよ。できたのお前らは。余裕。余裕とかなのか。おお。めちゃくちゃダセい動きしてたし。まあ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 、子供の時はもっとできなかった記憶あるからかなりいけました。はい、じゃあエンディング。いやいや、今ちょっとやってて気づいたんだけど、冬場にやるスポーツじゃねえだろこれ。俺手ちょん切れるかもしれないぜこのまま行くと。知らんよ。お前いけんの。俺いけるよ。こうでしょ。うわ、なんかなんなの今の。あ、一回歩きながら出す。お前って本当に気持ち悪いやん。なんかそんな中学生みたいな格好つけ方未だにするね。いやいや、気持ち悪い。格好つけないから行くよ。うん、全然できてる。もう蹴っちゃおう。おかしいだろこれ。生きがるだけ生きがってできてねえの。俺ほれ。じゃあ俺行きます。おおピー。どうだ、顔以外すごい100点じゃないか。顔が100点なのか、それか。ちょっともう一回行く。切り抜いたやつこっちから。本当に。さっきあれは、え、これできる。オーバーな、アンダーワールド。何がお前も勝手に出てる。これこれ。これループでループじゃん。でしょ。でこれ。アラウンドワールドね。そうそう、ふ、思いっきしやってみ。思いっきしちゃうと、ふわーって。誰も周りいないから。
そうそうそう。手もげかけただけなんだけどね。ほらもうめちゃくちゃ見てみこれ。こっちと比べてお前。ほれどうこれね、こっちと比べこっちよりもさ、こっちの方がさじゃないっていう。ごめんごめん。おいけた。すごいいけたいけた。はい、すごいわ。じゃあちょっと挑戦してみますか。あ、挑戦したい。何、ど技があんだ他にも。じゃあブレインツイスターってやつ。ブレイン、うんうん、ブレインツイスター。ああ、分かった分かった。あ、うん、あったあった。え、伸びてる状況でやんないと分かんないの。こうして、はい、そして手を下まで持っていきます。こうで、こう入れるんだ。違います。嘘。俺ブレインバスター分かったよ。やって。お、まず待って、こうやるじゃん。ちょっと待ってよ。お前恐れがないね、指に当たったりすることに対して。それはない。こうで、こぼれとるみたいな。うわー、キモい顔してないな。まだかっこいいと思えてる自分の。すげえだよね、絶対。まず、回ってる状態で通すじゃん。こうしたら、こっちの指、こうしたらっていうのは、こうしたら、こっちの指でこうやって持ってくじゃん、うん、で、こうやったら、そのままこう。あー、なるほどなるほど。意味わかったわ。それが分かってなかっただけだわ。俺が分かっできないときって分かってないだけだからね。そうで、もういいだろ。もう一回やって。ちょっとだからこうやってポンでポンで、あれ何それ、なんかそっちの方がやりやすいんじゃね、もしかしたら。でも安定感は結構ない。いやいや、これなんか横がでかいんだよ、だからブレんだよ。お前それでやってみじゃん。今のところまでいけるか。もう無理そうな軌道してる。で、そうで、でしょ。そう、こうして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 こうでこう、よーし。無理だな、左手だけで。なんかなんでできないんだろう、遠心力的に。だから最後こういう状況になってるんだ。どんなの。こっちこいつした時にこれいいだろ。で、この状態、そう、その状態、左手だけじゃん。だって、この状態で何が起きるわけ、うん、だから、いい、いていい、うん。こうあるじゃん、うん、この状態になるから、第2項ではこの状態になるじゃん、うん、だったら、これをこうしたいわけ。だから、そうしたいけど、どうしたらいい。こうしたいから、つままない方がいい、やりやすいかもしれないです、うん、つまんじゃってんだ、俺は。なるほどね、なるほど、お前みたく指を入れるだけ。なるほど、意味分かったかも。や、なるほどなるほど。いけそう。そう。おー、すげー。すげー。
すげえ。いけたいけた、意味わかった。しかもループだ、ループまで。ループまで行っちゃった。すごっ。あ、完全に指だ。指だ。なんだ、お前らが気づかなかっただけだ。いや、そうじゃん。だって指にした瞬間にその何が本当の問題かわからなかったもん。違うところずっと指摘して、だから一周から始めよっつってんだよ。よーし、じゃあもうこれとりあえずいけました。どうですか。はい、まあちょっと、うん、楽しかったね。できたらいけるな。うん、技できると楽しいと。うん、ということで、まあ趣味になるかどうかですけれども、趣味になるかも一言ですよね。室内であればかなり前向きに考えたいなと思いました。なるほど。うん、もう今日嫌だった。例えば本当にかじかむかじかんだ手がもうもげそうになるから。見たことない色してるもん、こことか。ほら、映しちゃダメぐらいの色してるもん、ほらね。だ、それよ、それだけ。なるほど。ちょっとこれはもらってきます。だからこれはいい感じ。まあでもなんか坂本がマウント取ってくる感のあるエリアでもあるからね。ちょっといろいろ考えるでもやっぱシルバニアファミリーとかと比べたらそれ全然いいです。、うん。